I was done growing up, had enough of chasing down the sun, but suddenly I can see everything evergreen. I won't pretend I ever found my way. はい、どうもネイチャリです。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。1月8日にずっと行きたいなと思っていた東京五反田 TOC で行われているサボテン多肉植物ビッグバザールに行ってきたので、購入した植物をご紹介したいと思います。もうね、ビッグバザールという名前にたがわないビッグなイベントで、多くのサボテン多肉植物コーデックス類が販売されていて、もう見てるだけでも十分楽しめるイベントでしたね。まあ、しかも価格は安めなので、コーデックス系の植物を買うのはもうこのイベントだけでいいんじゃないかなって思ってしまうくらいいいお買い物ができたイベントでした。まあ、会場の五反田 TOC は2024年度中に建て替え再開発のため閉館するようなので、このイベントは次回2024年3月10日の開催を最後に、5月以降は東京都大田区平和島にある東京流通センターで実施されるようです。はい、それではね、早速購入した植物を紹介したいと思います。購入した植物は3つ。まずは1つ目、アガベチタノタマガン。この株は台湾か中国の出店者さんのブースで購入させていただきました。多くのアガベチタノタネームドを出品されていて、もう会場内でね、一番の人だかりができてましたね。もうなんとかね、最前列に潜り込んでゲットできました。マガン、なんかね、悪そうな感じの名前でずっと気になってた品種です。特徴は短く肉厚の葉っぱ、フォルムは低重心でどっしりとしていて、巨子や副子が長くうねっているのが特徴のようです。まだね、小株なのでその片鱗は全くないんですけど、ただね、少しね、うねりのある巨子がね、もう出てきてくれていますね。で、またこのマガンって雰囲気が白鯨とか姫源流に似てるようなんですけど、成長してもこの葉の内側ですね、内側が盛り上がってるのは特徴のようです。まあ、ただね、この盛り上がりを出すためにはあんまり水やりは控えない方がいいらしいんですけど、逆にね、締めて育てるのが難しくなってしまうという育成の難しさがあるようです。アガベチタノタマガン、まあ、どんなね、悪魔的な姿に育ってくれるのか楽しみですね。はい、続いて2株目、同じブースで購入したアガベチタノタカニ。これもまだ持っていないチタノタのネームド株で、ずっとね、欲しいなと思っていた品種です。まあ、カニってカニの甲羅のように葉っぱが四角形の幅広で、サイドスピンの先端が2つに分かれてカニのハサミのような形状をしているのが特徴のようです。まだ苗株なので、まあ、カニっぽい姿もないし、巨子もね、二股に分かれてはいないですね。まあ、ただね、結構巨子の強さがあるので、まあ、これからの成長はね、楽しみな株ですね。この辺とかもうギュインギュインしてますね。ちなみにアガベってなんでこんなに巨子が発達してるのか気になって調べてみたら、2つの理由がありました。1つは外敵から身を守るため。アガベやサボテンなどの多肉植物って体内にね、多くの水分を含んでいるので、乾燥地帯においては動物たちの貴重な水分源になるようです。まあ、そのため簡単に食べられないようにするための防衛としてトゲを発達させたと言われているようです。それともう1つが蒸散を防ぐため。まあ、土に水分が豊富にあれば蒸散が促されても根っこから水分を吸うことができますが、アガベのように比較的乾燥している地域に生息する植物って十分に吸える水がありません。まあ、そのため葉っぱから水が発散しないように葉の一部をトゲの姿に変えたようです。よくアガベをかっこよく育てるために水は控えめにして、まあ、そして高温で風をガンガン当てて排水性の高い乾燥しやすい用途で育てると言われてますが、まあ、これってこのアガベをね、やっぱこのかっこいいフォルムに仕立てるための育成方法だと思ってたんですけれど、もう一つに防衛本能を働かせて巨子をね、発達させることにもつながるんじゃないかなって思いました。まあ、どうなんですかね、これは実際。
はい、続いては3つ目、こちらがね大本命になります。パキポディウムグラキリス、これはね多くの開墾植物を販売されている X プランツさんのブースで購入しました。今回インスタグラムで X プランツさんが出展されることを知って、もしかしたら探してる株に出会えるんじゃないかなと思い、今回 X プランツさん狙いで行ってきたんですけれども、もうそのもしかしたらがね的中しました。もうほんとね見つけた時は嬉しかったですね。もうテンション上がりました。2株置いてあったんですけれども、まあ、そのどちらかをね購入するともう決めて、まあ、その前にね他の方に取られないようにねちょっと陣取ってしまいましたね。もうその2株ねもうかなり悩みましたね、まあ、同じような形で金額もね同じぐらいだったので、ほんと悩んだかな。もう30、まあ、実際10分とか15分ぐらいだったと思うんですけれども、もう30分ぐらいねもう悩んでたんじゃないかなと思いますね。扁平の開墾で枝数の多い株をねもう探してたんですよね。もうねかっこいい枝ぶりがね、まあ、自然でいいんですよね。これまあ、ネットでもね良さそうな株って結構あったんですけど、まあ、届いてみたらなんか違うなんてこともねあるんだろうなと思って、リアルに見て選びたいと思っていました。まあ、金額も高いんでね、それがね今年一発目のイベントで出会うことができて、もうめちゃめちゃついてますね今年は。というのはねおみくじ、今年私は大吉でございます。今回このグラキリス2株あったうちこっちに決めた理由なんですけど、これちょっと分かりにくいですね。花芽が出てるんですよね。グラキリスって種から育ててるのもあるんですけれど、この間上げた動画でもお伝えしたんですけど、まあ、グラキリスじゃなかったんですよね。なので自家採取できればいいなと思ってたところに、まあ、このね、まあ、花芽がついたこのグラキリス出会えたんで、まあ、このグラキリスとともにですね今年はもう一株大きめの株を購入して、来年お花を咲かしてくれて自家受粉っていうのかなさせて、種をね自家採取できたらなと思って、この株を選びました。もう表皮は老化風化からだと思いますけれど、もうだいぶね剥がれてきていてみずみずしさはないんですけれど もうこの野生味というか、もう長年ねこう生き抜いてきたこの味っていうのがねにじみ出てるんじゃないかなと思って、非常にねここの感じも気に入っています。この度ね1万1000キロも離れたマダガスカルから、まあ、はるばるね我が家にやってきてくれた、まあ、このご縁をね、まあ、大切にね育てていこうと思っております。はい、今回はサボテン多肉植物ビッグバザールで購入した株の紹介をさせていただきました。もうマジでねいいお買い物ができたイベントでしたね。ぜひねまだ行ったことがないという方であれば一回行ってみることをお勧めいたします。このチャンネルでは購入した植物を紹介したり、植物の成長記録育成環境を紹介したりしています。開墾植物などのコーデックス類の育成を始めてみたいなと思っている方の一つの参考になればなと思っております。今回の動画が少しでもいいなと思っていただきましたら、チャンネル登録よろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。